来た理由は分かってる。地球が奴の昼食にされないで済むには。ボードを。ドゥームはあれで何を。ロキはコズミックパワーを使ってる。たとえ協力しても地球を救える可能性は低い。ドゥームの計画を事前に阻止するのが最善策だろう。外部に協力を要請しておいた。いい感じになったわね。こちらシールドのヒルです。ヒューリー長官から緊急の協力要請です。コールソンがマグニートを回収に向かっています。了解した。母さん、ウサギを飼ってもいい？何？え、どこだ？ほうきを持ってくる。こっちにもほうきを頼む。あとチーズもいいか？早く来てくれ。ヘリアキャリアに集合ってなかなか珍しいよね、今まで。気をつけて。そういう場合は大抵ヘリキャリアが言えねえ、ヘリキャリアからスタートっていうのが多かったんだけど、街からスタートしてヘリキャリアに移動させるって。緊急事態とは一体。あの消えるトリックを披露してみたらどうだ。あれ、これ中に入ればいいのか。ストーリーばっか進んじゃってね。せっかくのニューヨークの街もあんまって全く紹介しきれてないんだけど、もう少しでストーリー終わると思うんで、はい、頑張ってラストスパート行きましょう。まあ頑張るのは自分なんだけどね。頑張っていきましょうというか。シールド捜査官とアベンジャーたちが世界中からデータを収集してようやく突き止めたわ。ドクタードゥームは間違いなく良くないことを企んでる。まだ確かなことはわからないけど、情報がないよりはマシでしょ。我々は今、ドクタードゥームが起こそうとしている大災害に直面している。奴を止めるんだ。私の時代が来る。全てのものがドゥームの前にひれ伏すのだ。地球、我が復讐になくてはならないものだ。いいや、復讐したいのはこっちの方だ。それにロキとお友達が大きな悪の兵器を持ってる。おめでたい連中だ。今自分たちが直面している危機にも気づいていない。私が作ったこのドゥームレイで私は地球が破壊されるのを阻止するのだ。もちろん抵抗する者たちを壊滅させるためにも使う。地球を守る。何か足止めをする。兵器を完成させておけ。素晴らしい案です。愚か者め、ここの支配者は私だ。おっと、雲のような機敏さならお任せあれ。貴様一人で戦うつもりか。一人じゃないぞ。さあ、まだ戦う時じゃなかった。やるべきことがある。ドクタードゥームがロキに操られてたな。パワーを分け合うような連中だと思うか。ありえない。だがそこにつけ込めるかも。真のボスとは一体誰なんでしょうね。そうだな、もう大体のヒーローたちは出揃った感じか。これからなんかまた新しいメインキャラクター的なヒーローが出てくることはないのかな。いや、まだ期待しておこう。
何も出てこないな。何も出てこないぞ。スパイダーセンスが訴えかけてる。ん？下か。こっちにもなんか電気の発電ポイントがあるんで、これはストームで行きたいところ。あ、え、ストームって壁キックできないの？ちょっと待って。あ、え、わからん。まあいいや、飛ばそう。雲糸か。あ、ジャンプ、やっぱストームはあれだ。うお、鬱陶しいな。ストームは壁キックできないと見た。うわ、ちょっと待って、今のさ、あのホークアイと声同じじゃなかった？敵キャラが、この怪しいピンクの光が、あ、橋ができてるわ。いや本当にさ、ストーム来れないのかな。ストームなんだけど、ストームと交代できない。ほら、できないわ。うわぁ、てかスパイダーマンこれあるから別にいらないな、橋は。まだこいつ戦ってたのかよ。早く倒してくれよ。かわいいか、あれに合いそうなものはないか。あ、スイッチじゃないか。集中してドゥームとロキにたどり着く方法を探すのよ。こいつもそれ、電気を一回貯めて自分の中にで、はい、これ注意ですよ本当に。あ、そう、磁石のキャラまだ手に入れてないな。誰だよ自分が。左上に書いてるか。よし、ほんと交代し、ちょ、絶対さ、これうまい交代の仕方がある気がするんだよな。スパイダーマンにチェンジして、設計したやつは安全性をまるで考えてない。上か。なんだかんだ言ってこのレゴマーベル意外と早く終わりそうなんだよね、レゴシティに比べたら。あの時はさ、結構1日1本以下だったからな。でもやっぱりメインストーリーの長さではこっちレゴシティの方が長い気がするな。で結局こっちもクリアしても多分 20% も達成度いかない感じかな。今やっと 10% いったんで、達成度が。
なんだろうな。いや、こっちじゃない。一気に全員乗せてこりゃよかった。ああ、いいんだ。もう一回、ああ、スパイダーマン下か、もしかして。下だわ。セーブしとこう。おお、本当だ。あー、これいけないか。先ガードして壊した方がいいな。ん？あー、はい。上に行けないか。それはこの空中滑空できる。で、これが逆になると。固まってなかった今。痛い。もうごちゃごちゃ。スパイダーセンス。これさ、メイン交代したいキャラクターに交代できない。何かが近くにある。どこだ。仲間攻撃してくれてるんですけど、攻撃実はできてないっていう。あれ、ハマってなかった。だって敵の数減ってない気がするんだもんね。これシングがめちゃくちゃ戦ってくれてるけど、あれ落ちて。これ組み立てできる。ああ。よく見たら説明に書いてるね。一回まるで電気貯めてって。さっきと同じだな。交代ができない。交代ができない。これでまたスパイダーマン。あ、最後はシングか。警告、隣の接続ブリッジは危険です。進むことは推奨できません。いつもそれだ。お、出てくる前に出てくる前に行ったぞ。ビームが。アメリカマンを飛ばす。アメリカマンじゃない、キャプテンアメリカだ。同時に壊した。なんだ、なんで3方向に壁がついてんだろう。何が変わった。何が、なんか変わったかな。ドームかな。先に電気を貯めて。でも壊さないといけないな、あの紫色の部分を。ああ、こっちだ。またスパイダーセンスが。なんだ。で、この仕掛けなんだ。仕掛けじゃねえ、ただのゴミだった。ああ、あれ、よし、登れなくなったのかと。
た回して、これあなんかパイプの部分が変わってるわ。アハ体験だわこれは。パイプの部分が開いてるね。痛い、痛くはねえわ。あれ、あれできたよ。警告、ドア装置が起動、進むことは推奨できません。そうやって開けるなと言われるとますます。ちょっと間に合わない。あ、間に合う、止まってくれた。うわ、宇宙だ。宇宙か。帝国は冗談じゃなかったらしい。もっとよく考えるべきだったのよ。こうやってレゴシリーズでおなじみなのかな、こういういきなりなんかシューティングゲームみたいなスクロールになるシリーズ。地球が出てきたらもうこれラストに近いんだよ本当に。景色の良くない方のルートを頼む。これで終わりだ。ブリキアド、ウジ虫どもめ、地球の救世主ドクタードゥームに神戸を垂れるがいい。お、先にドゥームだったね。もう私を止めることはできない。ドゥームのあのフードの部分がないから誰かと思った一瞬。あ、違う、これドゥームじゃねえ、ザコキャラか。ザコキャラ10、その数字が書いたやつはドゥームの顔じゃなくてザコキャラの顔でした。これスパイダーマンで行った方が早い気がする。スパイダーマンに交代できない。あ、できた。あ、戻った。あ、ストームじゃない。ここだ。あ、もうやられ、終わってた。終わったヒーローどもめ、とどめを刺してやる。シングより強そう。名前は、名前を名乗ってほしい。こっちになんかあるな、なんかあるぞ。あ、ただ敵が出てくる場所か。攻撃方法を見つけよう。普通に殴っちゃいけないから何かないかな。あのスイッチを入れるには武器か先の尖ったオブジェクトが必要だ。なんだろう、殴れねえ、殴れねえな。ドクター、あ、ここ、この砲台みたいなの何？それがドクタードゥームに直接、あ、無理か。弱点とかないか。あ、いけそう。いけないわ。あ、いけた。いけた？あ、でもなんか一瞬さ、シングの顔が出てきたからさ、シングで行くのかな？他の攻撃対象が、やっぱりわからん。あ、ん？あ、今食らった。あれ？なんで食らったんだ今のは。あ、食らった。あ、いける。しかしどうやって攻撃したのかわからん。自分でもどうやって攻撃したのかわからない。攻撃できてない。
あと一発、あと一発だけど、うん、しかも今抗議してくださいと言わんばかりのこの、なんあ、スパイダーマンか、スパイダーマン、危ない、あと一発なんだ。あー、よしよし、いけた。あれってことはその4人でまんべんなく攻撃、うん、分からん、結局どうやって倒したのか分からん。私の本当のパワーを感じるがいい。じゃあ最後はロキかな、それともロキも真のあの黒幕に操られていて、そいつが最後に剣出てきますみたいな、ありがちなパターンかもしれん。これだ、こっちに跳ね返していいのかな、こっちじゃないか、でもなんか色が変わってるから、それとも逆側のここの部分を、あれあれ、こっちで合ってんのかな、聞いてる、あ、え、上か、あ、上だわ、上上上上上を破壊して飛んでるさっきのやつ飛ん、上にいた、最後だけ、よし、あー微妙に食らうな、わー、三角、三角押したら交代しちゃった、あ、違うキャラで来いってことか、違う、あ、オッケーオッケー敵よりもまず先味方を殴る、勝てると思ってるのか、また出てきたよあいつ、ルームボット、ルームボットか、名前が今分かった、あ、今がチャンス、今がチャンス、今がチャンスなんだけどこれ殴れてないよな、あ、いけた、で、スパイダーマンの子いた、顔面が取れて取っ手の部分が出てきたみたいな、変な間、痛い痛い、あれ？なぜ溶けたし、あー、なんか遮られると切れるんだな、ビームが上に飛んでるわ、なぜ、なぜこんなことが、私が負けるはずはない、なんでそこで集まってんだよ、それオフ会かよ、分かった、これさ壁にぶつからせるんだ、こっちで狙ってこう壁にぶつからってこけるとやっと分かった、でもこのここのさ変な時間が分からん、何をしても効かない、あ、聞いた、え、逃げやがった、
これで壁をシュイッとでこけると分かりにくくね。お、さっきより強くなってる。気のせいだったらごめんなさい。完璧なマシーンが台無しだ。決して許さないぞ。そういえばさ、あれ忘れてた。ずっと忘れてたわ。エクストラでハートを6個にするのはずっと忘れてた。下手だとありえない。私はドクタードゥームだぞ。気づいたか。悪いなドクター、これで最後だ。ぶっ飛ばしてやる。ルフィか。あ、目に見える絶望。ステージクリアしました。まだまだ埋まってませんね。これ見たら本当にこんなにまだまだあんのかな。あれかな、モブキャラも使えるってことかな。では今回はここら辺で終了したいと思います。ラストまでぜひよければ見てください。ではご視聴ありがとうございました。